上野駅。上野駅は、東京都台東区上野7丁目及び、東上野3丁目にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本、東京地下鉄、東京メトロの駅である。当駅は、日本の鉄道黎明期に、日本初の私鉄である、日本鉄道が、上野熊谷間の第1区線、現在の高崎線開業時に合わせて、東京下町北端の山下町に、 東京方の起点駅として開業した歴史ある駅であ、以来、日本を代表するターミナル駅として栄えてきた。現在、東駅には、北関東と東京を結ぶ JR 各線の中距離電車と東京特部を走る各通勤電車、JR 東日本、東京メトロ各線が結設し、また東北、上、新越方面の各新幹線、 その他在来線各線の優等列車が発着するなど、東京の北の玄関口として機能している。東駅には JR 東日本の新幹線と在来線各線及び東京メトロの路線が乗り入れている。このうち JR 東日本の新幹線は線路名称上は東北新幹線のみであるが、詳細は路線記事及び鉄道路線の名称を参照。 東北新幹線経由で山形、秋田、北海道、上越、北陸の各新幹線が乗り入れている。JR 東日本の在来線に関しても線路名称上は東北本線のみであるが以下のように多岐にわたる各線が乗り入れている。スリーレターコードは宇都宮線と高崎線が同じ線路を共有している他は原則として各系統ごとに 専用の線路が割り当てられているが、上野東京ラインの開業により、常磐線が乗り入れるために、平面交差を行うことか宇都宮線、高崎線と常磐線の一部列車で線路が共有されるようになった。JR 東日本公式サイトに適載されている、東駅の所属路線は、京浜東北線、常磐、成田線、常磐線、高崎線、東北本線、 山手線、秋田新幹線、上越新幹線、東北新幹線、北陸新幹線、山形新幹線の11路線となっている。上野駅の事務官コードは44万千3となっている。東京メトロは銀座線と日比谷線の2路線が乗り入れている。東京メトロ日比谷線は終着駅である北千住駅より東武伊勢崎線。 東部スカイツリーラインを経由して日光線、南栗橋駅まで総合直通運転を実施している。日本鉄道は、上野熊谷間の開業に先立ち、1882年、明治15年11月に、関永時の死因跡約29,800坪、約98,512メートルを、東京府より借り受け、上野駅の用地とした。1883年、 明治十六年七月二十八日には、同線の仮開業に伴い、上野駅を開設し、同年八月より貨物、十月より郵便物の取り扱いを始めた。千八百八十四年、明治十七年六月二十八日には、仮駅舎で開業式が行われ、千八百八十五年、明治十八年にレンガ造りの二百三十七坪、約七百八十三メートルの 本駅舎が竣工した。この初代駅舎は、三村天音が設計、毛利茂助が監督を行い、中央の平屋部分に、出撮広場とコンコース、両翼に、待合室を設置した H 型平面の構造で、当時の塩止め駅や横浜駅を踏襲した形となっている。1885年に途中大宮駅から、宇都宮駅に至る区間。 利根川と各館を除くが開通すると、上野駅は東京側のターミナルとして繁盛するようになった。当初は一つの駅構内に旅客、貨物、車両基地の機能を併設しており、次第に鉄道輸送の需要が伸びてくると構内が手狭になってきた。また、駅周辺の道路が境愛で、ここに旅客を輸送する、馬車鉄道や貨物を輸送する第8車が、 服装するようになったため、旅客と貨物の機能を分離することが計画された。1890年、明治23年11月1日には南方に地上の貨物船を開通させ、新たに設置された秋葉原貨物取扱所、後の秋葉原駅に貨物取扱いを移転した。さらに1896年、 明治29年12月25日に開業した墨田川駅にも荒荷の扱いなどを分散移転して、上野駅は同年12月1日に旅客専用駅となった。1900年、明治33年には日本鉄道が駅前広場に飲食店、喫茶店、雑貨販売店の入った上野町合店を建設している。これは110坪。 約364メートル2階建ての建物で、後に理発店なども入居したが、1922年、大正11年に撤去された。1905年、明治38年4月1日に、常磐線の三河と日暮里間が開通し、それまで田端で折り返して運転していた、常磐線の列車が、直接、上野駅へ乗り入れるようになった。同年には、 新橋上野間の高架旅客船の建設とそれに、伴う上野駅の改築が決議されている。1906年、明治39年には、日本鉄道の国有化に伴い、上野駅も国有化され、1909年、明治42年10月には、秋葉原上野青森間が、東北本線と定められた。同年12月16日には、山手線のカラス森、 あとの新橋品川新宿池袋田端、上野間で電車の運転が開始され、上野駅はその一方の橋となった。このような状況下で、上野駅の利用者は増加を続け、1917年、大正6年には校内に事務所が9棟、倉庫が10棟、その他売店などが44棟も立ち並び、スペースが限界に近づいていた。年、 大正12年9月1日の関東大震災では、初代駅舎が消失し、同月23日に仮駅舎で営業が再開した。同年からは、鉄道省東京改良事務所により、上野駅周辺の改良工事が始まり、1925年、大正14年3月1日には、新橋駅との間の高架旅客船が開通して、山手線の環状運転が始まり、 東京の都市内交通である道線の電車と、東北、常磐、高崎といった、長距離の幹線との接続する駅して機能するようになった。1930年、昭和5年3月1日に、自賃祭が行われて、改築工事が始まり、1932年、昭和7年4月2日に2代目の駅舎が落成し、同月5日より営業を開始した。 この駅舎では利用者の安全に配慮した動線設計がなされ、乗車客は1階の車寄せから列車ホームに、降車客は地下1階の車寄せに出るようになった。外壁は田子石と小松石の採石が入ったモルタル塗りで、へそ壁には加工岩が用いられている。また、構造上の大きな特徴として、本屋の中央に設置した三十三点二5メートルの 広間空間が挙げられる。この空間は正面玄関の機能を持ち、2階部には業務エリアの移動のための回廊が設けられていた。また、秋葉原の貨物取扱設備が高架上に移転したのを受け、東西交通を遮断するなどの問題を引き起こしていた地上の貨物船は1932年7月1日に廃止されている。中央改札場には、 1951年展示の井の熊玄一郎作の壁が自由が掲げられており、当駅を代表する光景ともなっている。1951年12月、制作。1984年6月修復。2002年12月、修復。その下には、LED 式発射表が設置されているが、新幹線開業前は、東北、大雨、万越西線は緑、森のと、 仙台をイメージ、高崎上越線は高、越後平野の稲穂をイメージ、高崎新越線はピンク、新州の林檎をイメージ、常磐線は青、太平洋の海をイメージ、東北新幹線を大宮開業時に設定された新幹線リレー号はクリーム色と方面別に色分けされた木製の発車案内板が使用され、ホームにもごから、 幕式の発射表が設置されていた。グランドコンコースの中央改札内には、朝倉文夫作のブロンズ像、翼の像、改札外広小路口,口には同じく、朝倉作の三章がある。翼の像は1958年10月10日に、初の東北特急、初仮運転開始と、駅開業75周年を記念して、台東区が寄贈したもので、当初は、 広小路口に設置された。山椒は、1958年10月10日に、駅開業75周年記念式に列席した、朝倉が駅が、朝倉自身と誕生を、同じくしていることを知り、深く喜駅になり、記念に、台東区を通じ送られたもので、山椒とは、地、城、およびである。また、県売機場壁面には、平山育男縁が、製作のステンドグラス、 ふるさと日本の花、1985年が展示されている。これは、東北上越新幹線上野駅開業を記念して制作された。豊かな水と緑を背景に、四季折々の美しさを屏風,風にし、沿線各地の代表的な花、祭り、風物をあしらいふるさとへの思いを表現した、極めて日本的なモチーフと構成に特徴がある。 2002年6月駅改修に伴い現在の場所に移設された。バブル期に磯崎新設計による地上300メートルの超高層駅ビルに建て替える構想があったが、その後のバブル崩壊と東北、上越新幹線の東京駅延伸による乗降客の減少などから、現在は立ち消えになっている。南満州鉄道の大連駅と函館本線の小樽駅。 および、カラフト町鉄道、後のカラフト再線ロシア鉄道シャフタイコール、サハリンスカやアルセンチェフカ線路も岡駅、ホルムスク南駅、1992年に解体は、当駅を模したとされる。コンコースは、地上と、公園口通路、大連絡橋通路、大連絡橋連絡通路、公園口通路と大連絡橋通路を連絡する、以上3回。 新幹線地下コンコース、地下がある。新幹線コンコースに行くには、地上の中央改札を入って、右側の新幹線改札を利用する。改札は、中央改札、地上、忍ばず改札、中2階、公園改札、入屋改札、以上3階の、計4カ所である。また期間、時間が限定された、臨時改札として、3階に、追加専用。 簡易水下改札機設置の後臨時改札、常設の公園改札はその名の通り、岡地町駅寄りにある公園口通路の突き当たりにあるが、臨時改札は、うぐいすに駅寄りにある大連絡共通路の突き当たりにあるがあった。現在、公園臨時改札を閉鎖し、その跡地に、正規の公園改札を移転させる工事を行っており、2020年7月に、 新改札を併用させる予定。また、改札内改札として、戦術の新幹線改札があり、以前はそれに加え、在来線特急塗り替え、16.17番線入り出場。改札が地上及び3階にそれぞれあったが、もともと寝台特急は13番線などを利用していたほか、2014年3月15日のダイヤ改正から、 高崎線特急が14.15番線に2015年3月14日の改正上野東京ライン開業から上番線特急の内東京方面に入れる列車が8.9番線を発着するようになり特急列車の発着ホームが分散されたため2015年3月13日をもって廃止され自由に出入りできるようになったまた8.914.15番線ホームに 高崎、常磐線の当日分専用指定席券売機が設置された。出口は、地上の中央改札正面の広小路口、正面玄関口や、同左手の浅草口、中2階の忍ばず改札からは、地上の忍ばず口、山下口、3階の入屋改札からは2階の東上野口、3階のパンダ橋口、地上の 入り屋口などが利用できる。同じく3階の公園改札からは3階の公園口に直結していて、上野恩賜公園へはここを利用するのが近い。前日の通り、公園改札の移転に伴い、公園口も移転となる予定。正面玄関口及び、広小路口の出口からは、国道4号、日光街道などをまたぐ歩道橋が利用できる。また、駅をまたぐように、 パンダ橋がかかっており、自由に歩くことができる。パンダ像は二つあり、実物の倍の大きさは、ある巨大なジャイアントパンダ像は、パンダ橋口を出て、右のところに、もう一つの小パンダ像は、大連絡教根コースにあったが、2017年12月に、小パンダ像も大パンダ像のある場所に移設された。京成電鉄の京成上野駅へは、 死の場口を経るように案内サインが設置されている。JR と京成線の連絡は山手線京浜東北線で北側に2駅進んだ日暮里駅が通常利用されている。ただし上野駅と京成上野駅の両駅を連絡駅とした定期券を購入することはできる。地下鉄各線の連絡は中央改札近くにある階段、エスカレーターを利用するルートが主だが、 イ谷改札からの動線も案内されている。在来線のトイレは、中央改札口入って正面にある駅弁店、土産物店、洋菓子の裏側、地上、東端式ホーム14.15番線ホーム及び16.17番線ホームの延長線上、3.4番線ホームへの階段と5.6番線ホームへの階段との間、中2階コンコース。 9.10番線ホームと11.12番線ホームと連絡する箇所2階大連絡共通路3階駅と上のうち1階に直結するエスカレーターの向かい側3階の計5箇所である2009年3月16日上野中央通り地下駐車場及び周辺8駅 JR 上野駅岡地町駅東京メトロ上野駅 上野広小路駅、中御徒町駅、京成上野駅、都営上野御徒町駅を結ぶ地下通路が東京都に予整備され、共用開始された。これらの駅とは同一駅としては認められていない。ただし、東京メトロ、上野駅、京成上野駅は定期券の連絡駅としては認められている。新幹線開業以降、JR 駅内部の改装工事が始まり、 1990年代後半には、改札内部に、デラ上の、駅中が完成した。その後、JR 東日本ステーションルネッサンス、みんなの駅プロジェクトとして、中央改札、シノバズ改札側の駅舎内部も改装され、東西自由通路、愛称、パンダ橋や、正面玄関、レトロ館の、ブレイクステーションギャラリー、中央改札の、グランドコンコース、ショッピングセンター、 7番街、アトレ、上野などが整備され、2002年3月にグランドオープンした。同年2月22日開店のアトレ上野は、フュージョンスクエア人が集まる、駅融合空間を、コンセプトに、駅周辺にない飲食、食物販、ファッション、雑貨など54店舗を、レトロ館、ガレリア、グランドコンコース及び、7番街の3ゾーンに配置し、 20から39歳の女性をターゲットに、新たな駅中ショッピングシーンを演出している。その後、2007年4月から9月にかけて、リニューアル工事を行い、ゴディバ、日本橋屋長米、アールフワン、ベーグルベーグル、ジンズグローバルスタンダード、サマンサタバサプチチョイスのオープンと、既存旧ショップの改装を行った。また、東京圏駅ビル開発は、同年8月に浅草口地下で、 カフェ、雑貨ショップなどを配置した新フロア、レトロゲートを開設した。9月にはフロアリニューアルを行い、グランドをオープンした。そして、2005年春に全体のリニューアル工事が完成し、全面が白で統一された外観となり、エレベーターの整備も行われた。観光時には上野駅リニューアルキャンペーンが開催され、JR 東日本のイメージキャラクターであり、 このイベントの CF にも登場した女優の国武幸子を、マネーのオープニングセレモニーが行われた。この大改装は、品川駅や大宮駅などで展開されている、いわゆる、駅中の模範となっている。東北、上越新幹線の開業に伴い、並行在来線の特急列車が大型廃止され、地上ホームの19.20番線が廃止となり、 1999年9月には18番線も廃止された。その後地東京方と東上野口、入谷口には2006年7月19日からフィットネスクラブ JR 東日本スポーツが入居している。その先中央付近も途中まで取り壊されて従業員専用通路となっている。さらに日暮里方はホームがほぼ原型を止めたままで、 従業員専用通路として使用されている19番線側に建てられた事務所行き来するのに使用のが他のホームから確認できる。東北上越新幹線開業前は都内の北へのターミナル駅として北関東、東北、新越、北陸方面へ向かう東北本線、日光線、万越西線、大羽本線、高崎線、両毛線、上越線、 新越本線、阿賀つ線、上越本線、常磐線の各特急、急行など長距離優等列車が数多く発着していた。しかし、新幹線改良のため並行在来線の優等列車は次第に廃止、地上ホームも削減され、その削減された跡地が新幹線ホームに向かうコンコースとなった。その後は中距離電車が増発され、発着列車の大半が 宇都宮線、高崎線、常磐線の北関東方面へ向かう近郊、中距離電車となっている。当初、高架ホームは、常磐線各列車主体に使用され、高架ホームを発着する、東北、上新越方面各列車はごく一部であった。逆に、地平ホームを発着する常磐線列車は皆無で、地平ホームは、東北、上新越方面各列車の専用ホームであった。 その後、特急、急行列車の増発に伴って、また、中距離通勤客の増加に伴い、地平ホームは、特急中心で、高架ホームは、各線普通列車中心で運用されるようになり、上野東京ライン開業直前の時期は、宇都宮線と高崎線の普通列車は5の8番線の高架ホームと13から15番線の地平ホームの、いずれかに、 常磐線の普通列車は9.10番線、快速電車は11.12番線に発着するのが基本であった。いずれも一部例外ありが、9番線に到着する宇都宮線、高崎線列車、8番線や地平ホームに到着する常磐線普通列車もわずかに存在していた。以前は8番線発の常磐線列車や9番線発の高崎線列車もあった。 戦後、周辺地域で地下水を汲み上げすぎたために地盤沈下が発生し、周辺の地下水利用が制限されている。地下30メートルに位置する新幹線ホーム周辺の地下水は、建設前である1970年代初めは地下38メートルであり、新幹線ホームより8メートル下にあった。しかし、前述のように地下水が余剰となったことで水位が上昇し続け、 1995年に地下14メートルまで水位が上昇した。浮き上がりによる液構造の変形を防ぐため、同年に新幹線ホームの床下に合計3万7000トンもの重りを設置した。さらに2004年には地下12メートルまで水位が上昇したことを受け、全長17メートルのアンカーボルトを約650本打ち込んだ。これは、 東京駅の総武快速線横須賀線ホームに打ち込んだ本数の約5倍となる。一方で、地下水を、シノバズへ流す導水管の付設も行われ、これにより、忍ノバ池の水質保持、水量保持や JR の下水道料金負担の軽減につながっている。同一駅に3種類のホームがある。出店、JR 東日本、駅構内図、 在来線の駅から北方向には、西から順に、京浜東北線と山手線の方向別複々線。山手線が、内側、東北本線列車線、宇都宮線、高崎線の複々線、小倉駅手前の小倉車両センターで、入庫部の先間高架ホーム発が、外側、地上ホーム発が、内側の方向別、上磐線の複線の、計10本の線路が並行する。このうち、 東北本線列車線と上磐線からは、高架ホーム、地平ホームのほぼすべてへの発着が可能である。このため、シングルスリップスイッチやダブルスリップスイッチを用いた複雑な配線となっている。上磐線の高架線と地平線の分岐、合流点は、隣のうぐいす駅付近となるが、これは1968年に立体交差化されたものである。南方向には、 京浜東北線、山手線の福々線に加えてその東側に、留置線群とそれらをつなぐ通路線が秋葉原駅まで続いている。これはかつて東京駅までつながっていた海藻線の後であり、2015年に上野東京ラインとして再び東京駅と結ばれた。なお、これらの線路につながっているのは5から9番線であり、10から12番線と、 地平ホームの各線は行き止まりである。なお、下の図では反映されていないが、行き止まりとなっている10番線と11番線の先端、最後尾部は両ホームを結ぶ通路となっており、9番線から12番線まで平面移動ができる。東北新幹線上野駅開業時、1985年の在来線の配線図を以下に示す。基本的には、 この配線が踏襲されている。主な変更点としては1999年に18番線は廃止されている。また、2015年度の上野東京ライン、開業準備工事でに東京方で折り線の6番線と7から9番線のボーリ線時へ、両方行動時に転線できる配線にし、日暮里方で6番線から上番線下り線時にスムーズに進入出るように一部。 付け替えたりなどしている5番線からも常番線には侵入可能。5から10.1316.17番線で発車メロディを使用する他は発車ベル、電子音を使用している。山の鉄線で発車ベルを使用している駅は東駅と新大久保駅のみである。これは東北地方などから集団就職で上京した人にとって発車ベルにこそ思い入れがあるからだという。 2013年7月28日に13番線に発車メロディが導入され、ああ、上野駅が採用されている。2015年7月21日に5から10番線に桜井音楽工房製の発車メロディが導入されている。2016年11月1日に13番線と16.17番線の発車メロディが入れ替えられた。なお、2018年3月17日から、 夜間の宇都宮線、高崎線始発列車の一部が、定期ダイヤで16番線発となるため、これらの列車の発車メロディに、ああ、上野駅が復活する予定。寝台特急列車が発着する13番線ホームには、寝台特急が到着するまでの待ち時間の際に、休憩所として利用できる、五つ星広場があった、寝台特急の乗客以外も、利用可能。 普通列車4.5号車停車位置付近。2015年に北斗製の定期運行廃止により、寝台特急列車の定期発着がなくなったことで、開放機械がなくなり、案内板から消去され、設備等が撤去され、ホームの一部として復元された。代わりに13番線ホームの各所に常時使用可能のベンチが設置された。開設当初はテーブルが設置され、 オープンカフェ風の雰囲気を持っていた。2011年時点ではスペースを大幅に縮小し、椅子のみが置かれた南北2カ所のエリアに分割されている。北側エリアの壁は13番線から発着するカシオペアで使用される E26 系の車体を意識して作られており、同系列の車体に配されているものと同一の5色のラインが配されている。小つ星広場で、 迷惑行為があったため、2012年8月25日から利用可能時間が制限された。寝台列車発車の約1時間前から列車の発車まで利用可能であり、利用時間は15時から16時20分、カシオペア、運転日に限る17時50分から19時3分、北斗星、20時21時15分、明けぼのである。これら以外の時間は、 伸縮門扉によって閉鎖されていた。これに伴って15番線と16番線との間、石川拓木の下避の横に、ベンチが2脚、設置された。銀座線は、相対式ホーム2面2線を有する地下駅。エスカレーターは設置されていないが、ホームから改札口までのエレベーターは、ホーム、浅草方の端に設置されており、また浅草側に改札口から JR 連絡がいえ、 通じるエレベーターがある。銀座線には駅の至金に上の建築があるため、ラッシュ時に当駅を始発、終着とする電車がある。1987年にホームの拡幅工事が行われ、渋谷方面のホームには日本最初の地下鉄開業を告知するポスターのレプリカがレンガ壁と共に設置されている。日比谷線は相対式ホーム2面2線を有する地下駅。 出口階段はホームの前後にあるがホームから改札口へ通じるエレベーターは中目黒方面が中央に北千住方面が中岡地町寄りにあるまた中目黒方面には別に改札口が設置され前日のホームへのエレベーターに通じている平日朝の通勤時間帯のみは階段も使用できる同じくホームから改札口へ通じるエスカレーターは中目黒方面は 北千住より、北千住方面は、中目黒よりに設置されている。中目黒方面ホーム中央には、発射表とは別に電車がどこにいるかを、ランプで知らせる装置が設置されている。2013年の一時期、行き先の他に直通電車について、直通先会社のロゴも合わせて表示する、液晶ディスプレイを用いた、暗装置が試験されたことがある。銀座線の渋谷側改札口から、 地下の連絡通路を経由して、京成電鉄の京成上野駅、さらに、上野中央通り地下駐車場と中央通りの地下、連絡通路に接続している。両線の改札口はおのの独立しており、改札内で連絡していないため、普通乗車券や回数券で、銀座線と日比谷線を乗り換える際には、改札を出る際に乗車券が回収されずに出口に、 戻る乗り換え専用のレンジ色の自動改札機を通る必要がある。また、パスもスイカなどの IC カードでの乗り換えは、どの自動改札機からもタッチできる。いずれも、30分の時間制限がある。従来あった、駅中商業施設、メトロピアは改装され、エチカフィット、上野として2009年2月20日に開業した。リニューアル工事のため2015年3月に営業を一時、 終了したが、2017年12月に再オープンした。日比谷線駅構内に東京メトロのお忘れ物総合取扱所が設置されていたが、2015年3月29日に南北線飯田橋駅へ移転した。駅務管区所在駅であり、上野駅務管区として、上野地域、秋葉原地域、茅場町地域を管理する。 銀座線と日比谷線のホーム番号、番線表示は、続き番号ではなく、両線ともに1.2番線である。東京メトロの路線同士では大変珍しい例である。東京メトロ同士では、大抵の場合ホーム番号を続番号にすることが多いため。これは、東京都交通局、都営地下鉄浅草線及び大江戸線の倉前駅も同様になっている。両路線とも、 カーブ上にホームがある。主な駅弁は、下記の通り、埼玉県、千葉県北西部、北関東方面に直通する主要鉄道路線のターミナル駅であるが、その規模の大きさに対して統計上の乗車人員は少ない。ただし、改札を通らない乗客は、乗降人員には計上されないため、実際は乗り換え客で混雑が見られる。 平日朝は東駅止まりの宇都宮線、高崎線、常磐線の列車から降車後に3.4番線ホームに流れる人の波が絶えず続き、同ホームを発着する山手線京浜、東北線電車に一斉に乗り込む。山手線と京浜東北線の上の、岡島地間におけるラッシュ時の平均乗車率は200%程度を記録するのが常態化し、 日本一の混雑区間となっていたが、2015年3月14日に、上野東京ラインが開業した子により、当駅での乗り換え客は大幅に減少して、上野岡地町間の混雑も170%程度に緩和した。2017年度における、各社合計の1日平均乗降人員は、約61万人であり、年間に直すと、約2億2300万人である。 形成上野駅を含めた場合、1日平均乗降人員は約66万人、年間で約2億4100万人。各年度の1日平均乗降人員は過表の通りである。東京メトロのみ。各年度の1日平均乗車人員は過表の通りである。以前は東京ディズニーランド業も運行していたが廃止された。 文学や歌謡曲の分野で当役を扱った有名な作品がいくつかある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。